はい、どうも。今回は、画面端関連以外での、吹っ飛ばし攻撃から、今日バーンナックルで追撃した時の、先飛びを紹介します。これです。吹っ飛ばし攻撃としたら、今日バーンナックルで追撃して、その後も、今日バーンナックル、最速の今日バーンナックルで近づいて、ジャンプ攻撃ですね。これ結構位置によって変わるんですが、近ければ近いほどクリフレームが増えちゃうっていう風になりますね。なんで吹っ飛ばし攻撃の、先端あたりで当てて、最速バーンナックル、最速強バーンナックルってやると、いや、ファイシーってなりますけど、これうまくやると、4フレームでも最速可能です。これ全部最速でやると、このように発生4フレームの無敵技も回避しつつって形になります。以上です。ご視聴ありがとうございました。